東京、秋葉原の秋葉カルチャーズゾーンの地下1階にあるライブ劇場である。筑波テレビが運営を行っている。2013年10月1日オープン。オープン当日にはオープニングレセプションが行われ、アップアップガールズがミニライブを行ったほか、定期公演を行う予定の3組のアイドルグループが出演した。オープン時の劇場支配人は鈴木美佐野。 アイドル好きがこうじて2010年筑波テレビに入社、同社が運営するアイドル専門チャンネルピゴの番組制作を担当。オープン時より支配人として劇場運営に携わっていたが、2018年現在、アイドルグループ、箱入り娘のプロデュース専人となり、劇場支配人からは退いている。筑波テレビは二千十一年七月、秋葉原の秋葉ソフマップ一号店に、 アイドル専用のマップ劇場をオープンさせたが、設備面の問題から同年9月に閉館した。その後、もう一度アイドル専用劇場を秋葉原に作ることを目標とし、同劇場をオープンさせた。秋葉総研の見解によると、同劇場はマップ劇場が移転したと見ることもできるとしている。この間、2012年8月には赤坂元気で2013年2月より、 ツインバックス秋葉原で平日夜のレギュラー公演、ピグーライブをスタートさせている。なお、秋葉カルチャーズゾーンの6階にはすでに秋葉原バックステージパスが存在し、周辺地域にも AKB48 劇場をはじめとしてアイドルのイベントスペースが多数存在しており、ライブイベントが行われている。客席の収容人数は、オープン時は295人。 2015年現在は298人としている。前方は一席、後方は立ち見席となっており、一席の割合が高くなっている。一席は椅子から公演中立ち上がることはできない。平日夕方、夜に行われる下記の定期公演のほか、土曜、日曜、平日でも昼間やレギュラー公演の休演時には他のアイドルの公演も行われることがある。 ピグーライブメンバーズという有料の会員組織があり、メンバーズ会員はほとんどの公演で優先予約、優先入場が可能である。曜日ごとに定期公演を行っているが、休演となる日もある。レギュラー公演はアイドル専門チャンネルピゴーで生中継される。ラインアップは3ヶ月ごとに変更される。2017年10月から12月までは、サクライビズが定期公演。 2018年1月からは、スターダストプラネットのグループが買い替わり出演。アイドルストリートのグループが買い替わり出演。原則として月1回開催。夏休み期間中、デビューを目指す新人5組が平日ピルマに公演を行う。観客動員数と投票によるポイントで1位となったグループは10月から12月のレギュラー公演権を獲得。 既存のアイドルグループから応募者を募り、オーディションによって選ばれた2つのシャッフルユニットが、平日昼間交互に公演を行う。観客動員数と PR ポイントシールによるポイントで勝利したグループは、2015年4月より3、過月間各週のライブへの出演、およびアイドル専門チャンネルピゴでのレギュラー番組を獲得。ありがとうございます。